今回は1階のリビングに吊り下げ式のハンガーラックを作っていきます。製作に使うものはこれだけ。材料は綿のロープと木製の丸棒、そして真鍮のフック。工具は電動ドライバーにメジャー、そしてロープを切るためのハサミです。では早速作っていきましょう。まずは買ってきた木の丸棒にドリルでロープを通すための穴を開けていきます。今回は 6mm の太さのロープを使うので直径 8mm のドリルビットを使いました。ちなみに 8mm という大きさのドリルですが、ダボ穴を使うような DIY でもよく使うサイズなので、1つ持っておくと汎用性が高かったりします。こんな感じで穴が開きました。丸棒に穴を開けたら、取り付けたい場所の天井に実際当ててみて、フックを取り付ける位置をマーキングしていきます。マーキングした場所に細いドリルで下穴を開けていきます。下穴を開けた箇所に素手でフックをねじ込んでいくんですが、下穴を開けても結構力がいるので下穴なしだと相当厳しいと思います。ちなみにうちは持ち家で木の天井なので、今回のように直接フックをねじ込みましたが、賃貸だったり天井が石膏ボードの場合は石膏ボードにクロスして刺さるフックがおすすめです。それなりの重量も耐えると思います。概要欄に貼っておくので気になる方は確認してみてください。この時点でフックは体重をかけて引っ張っても緩まないことを一応確認してます。フックが取り付けられたら、余裕を持った適当な長さでロープをカットしていきます。カットしたロープをフックに結んでいくんですが、太いロープって意外とほどけやすくてですね、頑丈に結ぶのは結構難しいんですよね。この辺の結び方については後ほど詳しく話そうと思います。そしてもう片方も同じように結んでいきます。紐の下側を丸棒の穴にねじ込んで、高さを調節しながら結んでいきます。水平器で両側の高さが均一になっているか見ながら微調整していきます。まあこの辺は地味な作業なんですが、大体でいいかなっていう感じでやってます。はい、ということで完成したハンガーラックはこちらです。うちはですね、2階にクローゼットがあったりして、でいちいち外から帰ってきた時に2階まで戻すのが面倒で、ダイニングテーブルの椅子とかに結構そのまま帰ってきてかけちゃったりしてたんですよね。で服は片付かなかったんですけど、でもこのハンガーラックを作ってから生活動線が本当に便利になってですね、服は片付かないっていうこともなくなったので、本当に作ってよかったなと思ってます。丸棒の長さはこの場所に収まりのいいサイズにこうカットしていて、810mm という長さで作っています。このサイズだとだいたい服が多くても6、7着ぐらいが限度ですかね。棒の太さは 30mm を使いました。結構適当に選んだんですが、この太さは割とハンガーにマッチした太さでかけやすいです。ロープは太いからか、普通の肩結びでは締めが緩くてですね、1回目に普通に結んで2回目で肩結びになる直前でできた穴に一度通すとがっちり固定できてですね、結局この結び方で落ち着きました。で最後に余った紐を切って終わりです。ということで今回ハンガーラックを作ってみました。 DIY って単純にインテリアの見た目が良くなることにクローズアップされることも多いんですけれども、今回みたいにここにこれがあれば便利になるなっていうものを気軽に追加できて、それで暮らしが便利になるっていうのが DIY の醍醐味だと思います。でまあ家の構造とかそれぞれの生活動線とかによると思うんですけれども、うちにもあったら良さそうだなっていう方はぜひ作ってみてください。
面白かったなと思う方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。